南西ウェールズのペンブルックシャーにあるセントブライズ湾の北側のセントデイビッツヘッドからおよそ 1km 沖の島であり、セントデイビッツと大聖堂構内からのコミュニティに位置する。最寄りの大きな居住地は、シティのセントデイビッツとなる。ラムジーはスカンディナビアのコノルド語のロポンにより、ロポン、S アイランド、渡りガラスの島の意となる。ウェールズ語においては、島は、 ウェールズの守護聖人である聖デイビッドにちなんで名付けられている。島は聖デイビッドの告白者、聖エスティニアンの住居でもあった。ラムジー島は面積281.58ヘクタール、長さ約2.4キロメートル幅は平均約0.8キロメートルで、最高地点は海抜約136メートルのカーネーレンデーンであり、ハンプとされている。 ウェールズの島のうち4番目に大きな島であり、数多くの小島及びタイダルアイランドや岩礁に囲まれている。カルネスグバーカルネスグバーより南にあるカーネーレンデーンの長房島には比較的狭い地域に多様な地質が見られ、古生代初期に遡る大石岩、火山岩、寒乳岩より形成される。島の北側の大部分はテトラグラプタスデー岩層のデー岩からなる。 しかし、その西にある海抜101メートルのカルネスグバーは、より抵抗性のあるトーナルガンの貫入より形成され、そこに隆起している。対照的にトリンドレンジュとトリンシオンオーエンの間、それにトリンアガフヘンとロッドチャフの間の海岸崖は、大石岩、キララの多いリンギュラフラックス層及びアガフヘン層の砂岩や霊岩により形成されている。岩石層は、 大体急角度に傾斜して、通常断層がある。島の中央を北西から南東に渡って、アベルマウルからザビッチェズ周辺にかけて走るのが、アベルマウル層にあたるアレニグ後期の業界岩と、鉛筆スレートの帯域である。その北側の堆積物との境界が断層となる。島の南側は、その南沿岸沖の小島と、同じクリューモン岩の貫入が主となる。 アベルマウルからポースロイグにかけて走るラムジー断層の西には、カーンレンデーン層の頑丈な、流門岩質業海岸より形成された、カーネーレンデーンがある。これらの業海岸は、火山灰の荒廃、廃流及びタービダイトの堆積物として生成された。アベルマウルの入り江の南端の部分は、カンブリア紀岩のソルバ層群の一部であるトリン、レンデーン層のデー岩や砂岩により、 特徴を付けられる。1990年代半ばの調査で記録された、戦死時代の懸案や、フィールドシステムのほか、2017年より開始された、調査により、2018年には、青銅器時代の紛糾のほか、戦死時代の特異的な、証拠の発見が示されたことで、約4000年前の居住が認められていた島における、人の営みが、 五千年前まで遡ることが示唆されるようになった。また、中世の遺跡として、聖なる井戸や旧世紀の墓地などが認められている。1082年より、島はセント・デビーツ市教の管轄下にあるデウィスランドのカントレ部の一部であった。島は巡礼の地にもなり、ストリートタイファノグの礼拝堂が1600年代まで存在し、その時代には崩壊したと記載されている聖ユスティニアンの 礼拝堂もあったと考えられている。農家への小道13世紀末には、島は肥沃であり、食用牛及び羊、ヤギのほか小麦、大麦、塩爆を産していると報告されている。14世紀には、島内100エーカーの土地に、馬、牛、羊を飼育していた。また、ヒースなどの土地でウサギを捕らえ、海鳥の卵も採取されていた。16世紀に、 農家及び製粉所や石灰用が記録されているが、19世紀初頭には、かつての建物は廃墟となっていた。その後、畜産を含めた農業が20世紀初頭には認められ、製粉や釜も稼働していた。島は1904年までセント・デイビッツの主教が所有していたが、1905年に人の手に渡ったことで、教会の所有ではなくなった。 19世紀初頭に建てられた新たな農家は1992年に過度によりイギリス指定建造物に急に指定されている。1992年より王立鳥類保護協会が所有、管理するラムジー島には壮大なバードクリフや海岸の景観、それにヒースがある。そこに豊富にいるクソムシに誘われたベニハシガラスの見られるェールズにおいて、 最適な場所の一つとされる。他に、ここで繁殖する鳥類としては、渡りガラス、ヨーロッパのスリ、ハヤブサ、ハシグロヒタキ、カモメ類、ウミスズメ類、マンクスミズナギードリ、オオハシウミガラス、ウミガラスなどがある。アザラシが観察されるアベルミファレンビーチラムジー島には、南西ブリテン最大の灰色アザラシの繁殖コロニーがあり、例年秋に、 数百頭のアザラシの子が生まれる。しかし、2017年10月には、ハリケーンオフィーリアからの嵐により、まだ離島しない120頭のアザラシの子のうち、約90頭が死ぬという事態が発生している。島の常住人口は、島の農家に在住する、王立鳥類保護協会の管理人と管理人補佐の二人の在留者のみであり、その他は無人である。 観光船が島の周りを航行するほか、サウザンドアイランズエクスペディションズが運営する、連絡船が4月1日内しイースターから10月31日まで、本土の船とジャスティニアンより運航している。ザビッチェズ・ラムジー海峡に位置するザビッチェズと、ノーカーも見える島に沿った、ラムジー海峡の潮位には、顕著な潮汐があり、潮汐流がザビッチェズに生じる。非対称の潮流は、 下流とともに北向き秒速3.8メートル南向き秒速1.9メートルになるとされる。海峡の深さはおよそ66メートルに達するが、干潮時にはホースロックと呼ばれるタイガルアイランドが水面から突き出て、その岩の名前は早くも1583年のエリザベス町の地図に記されている。2014年にはラムジー海峡における400キロワットタービンの長力。 発電事業が発表され、2015年12月に、セント・デイビッツヘッド機の海底に初めてタービンが設置された。ありがとうございます。